朝じゃあれまだあの一両目まだ、うん、だからあれまだ残ってるんだ。そうですそうです。良くなったやつだからね。すいません、ちょっと車通り
しますんで、すみません。
どうぞ。ありがとうございます。もうすぐですね。あっちの方になんか脚立があって、時間現場にいるとなんか、なんだろう、記者になったっていうのかな、記者になった気分っていうのはまあおかしいですけど、なんかちゃんとっていうか、まあ取材してる人の仲間入りみたいな、そんな感じになるんですよね。
7時10分で、現場に来て2時間経ったんですけど、特に大きな変化はありません。さっきまでマスコミたくさんいたんですけど、今はに日本テレビだけですね。日本テレビしかテレビ局はいませんね。今日本テレビさんと、テレビ朝日さんが来てます。2つのマスコミが来てます。今7時半ですね、ちょうど。
今8時を回ったところです。5時ぐらいに来たんですけど、まだ車両はトラックも含めて何も変わっていません。ただちょっとずつ、ね、準備は進んできていると思います。煙が出てます。すごく匂いがします。急にですね、今煙が上がってきました。少し匂いがします。つい先ほどホックインらしき人たちがですね、消火器を持って、走って向こうに来ましたので、何かが燃えている可能性があります。踏切のバーが下がりました。踏切のバーを下げる試験をしています。
今8時31分です。踏切が動いたりとか、して今バーガーがどっかに持って行かれましたね。でテレビ局はニーテレがいます。今日本あ今テレビ朝日さんが来て、日本テレビさんはずっといる状況です。8時40分くらいなので、反対側の方に行ってみたいと思います。テレビ局のヘリがたくさん飛んでいます。電車の窓ガラスが割れています。ここには多くの報道陣が来ています。電車の傾きは直ってます。撮影することができました。最後の電車は斜めの状態からまっすぐの状態に、直ったので、もう少しいれば踏切から出る様子も撮れたんですけども、9時過ぎて9時になるんで、ちょっと時間的にダメなので、終わります。最後にめっちゃむずい人が多いところから出そうでよかったです。ではご視聴ありがとうございました。まもなく5番線から亀戸行きが発車いたします。